小さい頃から僕芸術的なことが好きでして、あの物をクリエイトすることが好きだったので、そういう物をクリエイトする仕事に就きたかったんですね。なぜ、このハラールをやることになったかというと、2014年からこの、京都ハラール評議会の、ローカル認証を取ってるんですけれども、私がですね、学生時代に、バックパッカーをしてまして、中国の新疆ウイグル自治区に、中国のシルクロードを旅するっていうことで、学生同士で旅する企画があって、でそこですごくあのイスラムについてすごくあのいいイメージを持ったんですね。旅人をもてなす、今まではこうテレビでイスラムの人怖いっていうイメージがあったんですけども、で行ってみたらすごく親切な人で、それ文化も素晴らしいですし、でそこから私はすごく興味があるようになって、でそれで時が流れて2014年になりまして、その頃から京都にムスリムのツーリストが結構来るようになって、京都で食べ物に困っておられる、そこですごく私は残念な気持ちになって、何かできないかなって思いまして、それであの私はハラールの料理をやることにしました。一つ、こだわりがあって、あの私たちはこういうミシュランの星をおかげさまでずっと獲得している店なんですけど、そういう路線をやっぱり崩さないというか、ムスリムだからそういうふうに安くするとか高くするとか、そういうことが私の中で一つ許せなかったので、もう日本人と一緒の価格にするっていうことと、そのムスリムの口に合うようにアレンジするっていうことも、まある種の偽りになるので、私も外国行った時にたとえ口に合わなくても、その地のあの全くピュアな料理を食べる方が自分は嬉しいんですね。でそういう気持ちがあったので、やっぱりこう純粋なピュアな伝統的な懐石料理をハラールでやりたかったんです。でその時にやっぱりあの一番ネックになるのがアルコールと豚肉なんですけれども、その頃から私は調理場で豚肉を使うことを禁止にしました。であとドレッシングとかもポークエキスとかいろいろ入ってるものを全部排除して、なのでこう私たちの店にはもう豚製品は一切存在しないんです。念には念を入れてこう物を炊く時とか調理する時はハラールの注文があったら、こういうここにハラールって書いてあるんですけど、これは実は京都のそこで作っておられる鍋なんですけど、こうやってそこであの買うとこうやって入れてもらえるで全部ハラールって入ってます。牛の部分もやっぱり肉を使う場合はあの常にこうあの認証がある、和牛を使っております。それであの特選の、A4 ランク A5 ランクの和牛を使っておりますので、本当に日本で最高級の、ハラールの和牛を食べていただくことができます。一つが、すごく伝統的な懐石のコースで、本当に普段私たちが日本人にも提供しているものを、ハラールでしているっていうイメージなので、商社の人とか接待でムスリムの方を連れてこられて、一緒に日本人もじゃあ私たちも食べますって言われた時に、これアルコールも豚もその特に豚は入ってないことは当たり前なんですけど、みりんとかです、ね、日本酒を一切使ってないので、そういうのを使ってないんですかって言われたら、使ってませんって言ったら、全く普段私たちが食べてる懐石料理と変わりませんって言われるので、そこが一番の狙い目でポイントでもあって、京料理の粋な部分を一番感じていただける料理ですね。でこちらはあのやはりあのお肉ばっかりのコースなんですけれども、京料理の技術を全部結集して、あの本当に尽くしなんですけど、一品一品京都の料理日本料理の技法に従って出てくるので、あの尽くしっていうと結構飽きるとか食べづらいとかあるんですけど、一品ずつ異なった料理法で来るので本当に楽しんでいただけると思います。焼き物をすべて炭で焼いてます。
で炭はすごくナチュラルで昔からあるものなんですけれども、やっぱりすごく不便なんですけれども、やっぱり炭で焼くことによって遠赤外線で焼くので旨味が引き出せるということと、あと香りですね、こうちょっと油が下に落ちてスモークされることによっても絵も言われない香りの良さが出てくるんですよ。で、他の料理屋さんでもなかなか肉を炭で焼いたり魚を炭で焼いているお店が少なくなってきているので、そういうところでも伝統の味を感じていただけると思います。去年もアゼルバイジャンに行ってきたんですけれども、本当に毎年イスラムの国を旅するのが好きで、あちらの文化も好きなんですね。でやっぱり常にあちらに行って感動するのが、やっぱりその文化を大切にしていらっしゃるっていうことなんですよね。で私たちもこういう料理を通じて文化を大切にしているので、ぜひ私たちのお店に来ていただいて、日本料理を、ピュアな日本料理を味わっていただいて、日本文化を堪能していただけると幸いでございます。